ロン・キリングスはアメリカ合衆国のプロレスラー。ジョージア州アトランタ出身のアフリカ系アメリカ人。アメリカのプロレス団体である WWE にアールトゥルースのリングネームで所属。アトランタ生まれだがノースカロライナ州シャーロットで育つ。家庭にはジョージの仕事では収入が乏しく、父親はマリファナを売りさばいて貧困な家計を作ろっていた。 父親の仕事を手伝う傍ら、キリングスはミュージシャンになることを決意。シャーロット移動後は、ヒップホップやブレイクダンスに魅了され熱中していった。高校入学後は、陸上選手やアメリカンフットボールで優秀な成績を収めた。また、彼のいたアメフトチームには元メジャーリーガーのレイダーラムも所属していた。高校側から奨学金を勧められるほど優秀な。 スポーツマンとして活躍していたが、ミュージシャンの道を進むために16歳で高校を中退。中退後には、全米の大物ラッパーにパック、元、NWA の EGE と出会い、彼らからの影響で、ミュージシャンではなく、ラッパーとしてのキャリアに傾向していくことになる。以降、タレントエージェンシーのアイスプロダクションに所属し、小規模ながら、キャリアを開始。 録音スタジオへの支払いのためにドラッグディーラーとして、実に3年もの間ドラッグを密売し、自身のデビューアルバムの制作に取り掛かっていた。その後、自身のアルバムに、レーベルが興味を示し声をかけられる。アルバムを完成させるための金融資本が必要となったキリングスは、最後のドラッグディールで金を手に入れようとしたが、親友の通報によって警察に逮捕され、1年と1、 か月の間収監されることになる。発射後は構生施設へと送られるが、この際に NWA の雇用部門担当ジャッキー・クロケットと出会う。クロケットはキリングスにプロレスラーになることを勧めたが、当の本人はラッパーとしての成功を諦めずにいたため断っている。キリングスは音楽活動を2年間続けたが、自身のライフスタイルに嫌気がさし、 以前プロレスの道を紹介してくれたクロケットに連絡を入れ、プロレスラーとしての活動に興味を示し始める。クロケットは当時、WCW の第一撮影技師であったため、キリングスを WCW をはじめ数々のプロレスのプロモーションに紹介した。その回もあって、キリングスは1997年に PWF でマネージャーとしてプロレス界にデビューする。その後3年間、 各地を渡り歩きながら、マニー・フェルナンデスの下で、トレーニングに励み、1999年12月12日に、NWA ワイルドスライドで、K クラッシュのリングネームで、プロレスラーとしての正式なデビューを果たす。このデビュー戦で、キリングスは、新設されたばかりの NWA ワイルドスライド TV 王座を、初代王者として獲得。その後2000年の1月8日には、 同タイトルをアージスタイルズに奪われている。NWA ワイルドスライドのリック・マイケルズに勧められ、キリングスは自作のプロモーショナルビデオを WWE に送付。これが上層部の目に留まり、早速デベロップメント契約を結ぶことになる。その後、当時 WWE のファーム団体であった MCW に所属。4月12日に行われた工業では、 同団体の管理する最高王座で空位となっていた MCW 南部ヘビー級王座をバトルロイヤルに勝ち抜いて獲得。しかし翌月の24日、RAW の実況担当でもあるジェリーローラーにタイトルを奪われてしまう。しかし、数ヶ月後にはタイトルの脱会に成功。この功績を WWF の首脳陣に高く評価されたため一、軍賞格が決定。 リングネームを K クイックと改め2000年11月13日の RAW のウィリアムリーガル対ロードドッグの試合に乱入しリーガルを教習若手の黒人ベビーフェイスとして WWE デビューを果たした後プロレスラーになる以前に目指していたラッパーのギミックで自作のラップをパートナーになったロードドッグと共に披露し始めるようになるデビューから1週間も経たずして 同月の11月13日に自身にとって初めての PPV であるサバイバーシリーズへ出場。第2次 D ジェネレーション X の元メンバー、ロードドッグ、ビリーガン、チャイナと組ラディカルズとサバイバー戦で対決するも敗退。翌月の PPV アルマゲドンでは、ロードドッグと組 WWF 世界タッグ王座をかけた8人タッグ戦に出場するがタイトルを奪う。 ことはできなかった。その後、ロードドッグが、禁止処分となったためキリングスは、シングルレスラーへ転向2001年1月に行われた、ロイヤルランブルへも出場するが、ビッグショーによって脱落させられている。以降は、同団体のハードコア部門に定着。2月3日には、ベ弁の保持していた、WWF ハードコア王座を獲得するも、その日限りで、 クラッシュホリーにタイトルを奪われてしまう。その2日後に、再びレイベンを下し2度目の始め間を果たすが、これも数時間後には、クラッシュにダッシュされた。その後は泣かず飛ばずの状態が続き、2001年9月に、WWE を解雇される。XPW での短い活動を経て、キリングスは、ティネと契約を果たす。2002年6月12日に、 かつてのリングネーム系クラッシュでデビュー。ヒールとして活動していたがスポットを浴びる機会には恵まれず、7月17日にロン・ザ・トゥルース、キリングスとリングネームを変更し、自分が活躍できないのは人種差別が存在するからだなどと主張。同年8月には、シャムロックを下し団体の最高王座である NWA 世界ヘビー級王座を獲得である。以降は、ベビーフェイスとして、 WWF 時代のパートナーだった、ロードドッグ改め、BG ジェームスやコナンとのユニット、サンライブクルーなどで活躍。NWA 世界タッグ王座を2度、ティネ世界タッグ王座を1度、そして、NWA 世界ヘビー級王座も再度獲得したが、2007年12月にティネを実施対談した。R ・トゥルース・イン2008-2008年にキリングスは再び、 WWE と契約を結ぶ。7月25日より彼がアールトゥルースのリングネームでスマックダウンにてデビューをするという告知、プロモーションビデオが番組内で流され始め、8月29日にケニー・ダイクストラを相手にデビュー戦を飾った。その後はシェルトン・ベンジャミーンや MVP などと構想し、11月23日のサバイバーシリーズでは、 アールトゥルースとして初めて PPV 大会に出場した。2009年7月11日、プリティリッキーなる謎のキャラクターとしてプロモに登場するも、このギミックは単発で終わり、以降は従来通りアールトゥルースとして試合に出場。8月からはドリュー・マッキンタイアとの構想が開始された。2010年の2月からは新番組 NXT にて、 デビッド・オタンガを指導するプロとして出演。3月に開催された、レッスルマニア26では、ジョン・ムリソンと組、ザ・ミズ・ビッグ・ショーが保持する WWE、統一タック王座に挑戦するが、王座ダッシュとはならなかった。4月、ドラフトで RAWA 移籍。テッド・デビアスとの短期構想を経て、5月24日の放送では、ブレッド・ハートの GM 就任に伴い空位となった。 U.S. 王座の王者決定戦に出場、ザミズを破り、新王者となるも、6月14日放送の4、ウェイ形式の王座戦でザミズにホールを奪い返され、王座を失った。NXT シーズン4では、ジョニー・カーティスを指導するプロを担当し、シーズン4の優勝者に導いた。2011年4月18日、RAW にて、ターモイル形式にて、 WWE 王座戦出場権をかけて試合を続け、シがともども最後の二人になったところで、王者ザミズと弟子のアレックス・ライリーに襲われたことで、二人とも出場権を獲得した。しかし、その試合の合間に疲れて、水を飲んでいたことが原因で、翌週の RAW で、モリソンと口論になり、ファンの後押しもあって WWE 王座戦出場をかけて戦う羽目にあってしまう。 結果は敗北。直後に、モリソンを襲撃し、ヒールターンした。水とのコンビ、オーサムトゥルースヒールターン後、トゥルースにしか見えない少年リトルジミー。日本語字幕では、ジミー坊や、ファンの象徴としての存在であると会話したりと、奇妙な行動を取るようになり、回帰系ギミックとして、ヒールながら客を沸かし、 キャピタルパニッシュメントでは、シナとシングルで自身初の WWE 王座戦を戦った。そして、モリソンとも何度か因縁の対決を繰り広げた後に、ザミズとコンビ、オーサムトゥルースを結成し、タッグ王者エアブンをも倒す強さを見せる。しかしナイトオブチャンピオン2011のタッグ、王座戦では、誤信を連発したレフェリーが原因で敗れ、水ともども切れて、レフェリーを襲った。 その後も暴走したことで、トリプル H によって解雇され、ヘルインアセル2011で大暴れしたりと悪事の限りを尽くしたものの、サバイバーシリーズではメイン戦にて、シナロックと対決し敗れる。そして、シナとの抗論の末に水に裏切られ、数週間欠場となる。復帰後は、水と抗争に入り、回帰系ギミックを残したままベビーターンを果たす。2012年。 コフィ・キングストンとタッグを組むことが増え、プリモエピコ組からタッグ王座を奪う。5ヶ月王座を守り抜いたが、9月にダニエル・ブライアンケインにダッシュされた。タッグ戦線から離脱し、US 王者であるアントニオ・セザーロとの交想に移ったものの膝の怪我により王座ダッシュならないまま TLC を最後に欠場する。2013年2月。 ダミアン・サンドウの暴行からキングストンを救う形で復帰。4月に入ると IC 王者バレットや前、US 王者セザーロに勝利する活躍を見せ、また約2年ぶりにラップを披露している。11月18日、RAW カントリーにて、ラインストーン・カウボーイズと対戦する際に WWE に昇格したばかりのエグザビアー、ウッズをパートナーにして対戦して勝利した。 2014年4月から、ルセフとの抗争になり、2対1のハンディ戦を行うも、敵の強襲に遭い、ウッズが倒れ、自身もダメージを受けた状態で戦うことになり、敗れた。9月からは、ドルフ・ジグラーとザ、ザミズの IC 王座戦線での抗争に、水の代役である、ダミアン・ミズドーに対抗する形であるジグラーと、名乗り、 格好や髪型もジグラーに似せて加わり、ナイト・オブ・チャンピオンズの IC 王座戦まで行動を共にした。王座戦後は元の姿及びリングネームに戻っている。2015年にはコミカルなキャラクターを演じ、IC 王座戦戦等で活躍。また、スラミー賞も受賞した。2016年1月24日、ロイヤル・ランブル2016のロイヤル・ランブルマッチ形式である WWE。 世界ヘビー級王座戦にて12番手で登場。何を思ったのか、はしごを取り出して、リング中央へ置いて登ると、マネーインザバンク、ラダーマッチではないのかと球断するも降りるとケイにより、リング外へと追い出された。2018年、WWE ミックストマッチチャレンジでは、カーメラと組んで優勝。2019年1月27日、ロイヤルランブル2019では、 男子ロイヤルランブルマッチに30番目に登場するが、ナイアージャックスに襲撃されその権利を奪われた。同月29日、スマックダウンライブで、WWEUS 王者の中村慎介に挑戦。中村に持ち上げられるファイヤーマンズキャリーの体制になった、ところを切り返して3カウントを奪い勝利し、王座体感する。直後に中村と交争中であったルセフに挑戦される、ことになるが、 ロープワークを生かした丸め込みで勝利。王座を防衛した。コークスクリューシザース、キックブッカー T の必殺技である、シザースキックの変形型。通常のシザースキックの場合は、相手の後頭部に向けてのかかと落としながら、キリングスのコークスクリューシザースキックは、相手の後頭部を空中で両足で挟み、横に360度回転して落とす。ライディテクターコークスクリューフライングフォアアーム。 デビュー当時は、得意技として使用されていたが、必殺技へ昇格した時期もあった。また、この名前は別の得意技の名前として扱われてもいる。ワッツアップシェルトン・ベンジャミンのペーダートと、同型技。2011年からフィニッシャーとして使い始めた。水のフィニッシャー、スカルクラッシングフィナーレと組み合わせた、リトルジュミーフィナーレという技も存在した。救命、シャラップ。 リトルジミートルースはコンシクエンシズブレーンバスターで持ち上げ自分の背後に着地した相手にスタナーを仕掛けるトゥルースコンビクションブレーンバスターで持ち上げての開脚式フェースバスターハングタイム450度スプラッシュリバーススとティアドロップ観客にワッツアップと叫んだ後ジャンプして開脚着地ロープリバウンドして横たわった相手の傍らで ダンスという動作の後に仕掛けるレッグドロップ。WWE United States 王座、WWE t a l 王座、WWF、WWEW、コフィキングストンティネその他。ありがとうございます。